そうなんだよ、頑張ったんだよ、うちの近鉄がよ。あ、申し遅れました。私、近鉄ファンのバーファーの中村でございます。忘れもしない10月19日、川崎球場のロッテで、ありそうだ。ここは守備妨害があるよ、走塁妨害が大石が倒れた。大木監督を抑えてますね。なんてことしやがるんだ、丸山。丸山、あ、俺だ、俺が映ってる、俺がバーファーの中村だ。一時はどうなるかと思ったけど、よく投げたで、阿波野、えらい。優勝へ大きく一歩前進。これでマジック1、あと1つ勝ちゃ優勝だったってのによ。第2試合もロッテがすっごく頑張るんだよ。いった鋼の体バトロック1戦、先に1点を取ったのはロッテでありました。普段大して打たねえくせに、こんな時打つんじゃねえよ、おめえさんはよ。悔しかったのがこれだよ。どこに目つけてんだよ、主審前川。はい、おい、どこに目つけてんだよ、おめえさんはよ。中西が怒ったね、当たり前だけ。こいつも今は怒っているけどよ、昔は街道なんて言われてすげえバッターだったんで、どこに目つけてんだよ、ふざけんなよ、この野郎ってなもんだ。そんなこと言うならもう一回見せてやろうじゃねえか。これ、よく見ろよ、どこがストライクなんだよ。え、どこがストライクなんだよ。自然があったと近鉄サイドは見てたんですかね。やはりあの後ろからね、あのスコアラーの情報も言ってますからね。お、ちょっと待ってください。変額な雰囲気になってきましたね。暴言を吐いたから退場なんていうことをちょっと匂わせたんでしょうかね。頭に来ることもあったけど、でもやっぱりやってくれたね、バファロン。まずはスキーした。決まってます。ギリギリいっぱいだ。次はマッチだ。6球目。マッチの打球。さあ、ライトへ。ライトへ、ギリギリいっぱいだ。勝ったと思ったよみんな。でもロッテもしつこいんだよ。まずは岡部だ。一発宇宙間ライナー。ここまで10本しかホームラン打ってねくせに、こんなところで打つんじゃねえよ。岡部、それからこいつ西村だよ。西村のバット同点になった。3対3の同点。7回終わって4対4の同点だ。でも俺はまだ勝つと思ったぜ。頼むでブライアント。詰まってますか、詰まってますか。ズルズル、見たか、その川よくやってくれた。34号、いやいや、近鉄のエディマフィー、パワーで持ってった、パワーで持ってった。この表情に、これでもう優勝だと思ったよな。もうみんな思ってたよな。ピッチャーは連投だけど合わなかった。なのによ、赤玉の野郎が。赤玉飛び込んでいった。同点です。赤玉捉えた。阿波野マウンド沈んだ。打ちましたんだよ、バカ野郎。4対4同点。敵変えます。4対4のまま延長戦だ。止める水上。シリーズプロ野球。まあロッテのやつらもよくやったもんだけど、それだけによ9回はいただけなかったぜ。ノーアウトランナーは一塁二塁。阿波野セットポジション。おっと危ない。おお、アウトになりました。抜けようというボールに飛びついた。おい、有藤監督もコーチも詰め寄ります。俺がロッテの有藤だ。どこがアウトなんだ、これが。上から押しとるだろうが。って言いたい気持ちはわかるけどよ、よく見ろよ、もう一回見せてやるから。阿波野が投げただろ。
大石が取っただろ。そしてよく見ろ、大石が触る前に足が離れてんだよ。それなのに延々と攻撃しやがって。もう10時過ぎてんだよ。試合は10時44分まで残り30分もないってのに、全くもう新鉄は引き分けじゃ優勝できないんだよ。一回でも多く攻撃してんだよ。とっとと始めなきゃ時間がなくなっちまうじゃねえか。早く始めてください。もう時間がありません。あ、僕こんな頭してますけど近鉄ファンなんです。こいつの気持ちも俺はよくわかるぜ。なのに10分以上も抗議してやがってさ。10回の表が始まったのは10時半近かったじゃねえか。第1試合から俺たちはもう7時間以上も応援してるんだぜ。おかげで残るはもう1回だけだ。10回の表だけになっちまったじゃねえかよ。肌打ちセカンドダウン、ツーアウト、一塁、スリーアウト。延長10回の表終わって4対4同点のまま。結局4対4で引き分け。西武に優勝くれちまったけどな。よくやったんだぜバッファローズ。よくやったぜ大木さん。大木さんよ、来年も頑張ってくれよ。バッファローズ来てる。